シドニー・ゴドルフィン、初代ゴドルフィン博、初代ゴドルフィン博、シドニー・ゴドルフィン、シドニー・ゴドルフィン、ファースト、アール・オブ・ゴドルフィン、KG、PC、1645年6月15日から1712年9月15日は、イギリスの貴族、政治家、スチュアート朝の五人の王に仕えて出世、アン・女王の代では、側近として、知性の大半を支えた。 1645年、シリー諸島の総督フランシスゴ・ドルフィンと、サー・ヘンリー・バークレイの娘、ドロシーの息子として、コーンウォールで生まれた。1665年に、コーンウォールのヘルストンで、会議員に選出され、イングランドをチャールズ2世に引き立てられ、1668年に、チャールズ2世の妹、ヘンリエッターン及び、フランス王ルイ14世との密集とて、活動。 1670年に、ドーバーの密約として、成立、恩賞として進出付き自重に任命。翌1669年にコームウォール内の鈴の鉱山を31年間対応され、この鉱山により冬になった。チャールズ二世の信任は変わらず、1672年に、エーラン戦争及びオランダ侵略戦争が始まる。直前に、チャールズ二世からルイ十四世への特使として、 フランスへ派遣され、1679年に、ツ密院に入り、第一、大倉卿のハイド施策、ローレンス・ハイド、後のロチェスター博、サンダーランド博、ロバート・スペンサーと共に、内政の中心人物となった。一方で、サンダーランドと共に、オランダ総督ウィレム三世、後のウィリアム三世と連絡を取り多い排除法案の、賛成を促している。 1675年に、トマス・ブラジの娘マーガレットと結婚したが、1678年に、マーガレットは一人息子のフランシス・ゴドルフィンを出産した後に死去、以後再婚しなかった。1680年に、大位排除法案に賛成票を投じたにもかかわらず、チャールズ2世からは徴用され、同じく賛成したサンダーランドは、罷免、1684年に、 北部担当国務大臣とロチェスターの後任の第一、大倉卿に、命、男爵位を助釈された。チャールズ二世の弟ジェームズ二世からの信頼も厚く、王妃、メアリーの自重に任命され、1685年に、ロチェスターが第一、大倉卿に復帰すると、代わりに、大倉委員会の委員として、財政を担当した。議会が、 ジェームズ2世への600万ポンドの収入を保証した、再、ジェームズ2世を支持した、ルイ14世に見返りに与えた12万5000ポンドの支払いにも組みしていた。1688年、オランダからウィレム3世がイングランドへ上陸、名誉革命、ジェームズ2世から支持者が次々と離れていく中で、ジェームズ2世への忠誠を貫き、ウィレム3世の交渉役として、 ハリファックス校、ジョージ・サビル・ノッティンガム博、ダニエル・フィンチと共に、ロンドンから派遣され、ウィリウム3世との交渉に当たった。この後亡命を図った、ジェームズ2世が捕らえられ、不在のロンドンには、ロチェスターが暫定政権を発足させて、治安維持に努め、交渉が終わった後に、暫定政権に合流、ウィリアム3世到着まで準備を整えていった。ジェームズ2世がフランスへ亡命し、 翌1689年に、ウィリアム三世が妻メアリー二世と共に、イングランド王ウィリアム三世に即位すると、ジェームズ二世の側近にもかかわらず、財務官僚としての手腕をか大うオクラ委員に泊まり、1690年に、政権と議会が衝突すると3月に辞任したが、ウィリアム三世に説得されて11月に第一、オークラ教として復帰した。1694年に、 保育党、ジャン党政権が成立した時も、トーリー党員として閣僚に選ばれたが、1696年に、ジャコバイトが企てた、ウィリアム三世暗殺計画の関係者との告発が出ると、無実と証明されたにもかかわらず辞任した。1700年に第一、大倉卿に任命され、復帰、1701年の総選挙で、保育党が優勢になると辞任したが、 1702年に、ウィリアム三世が亡くなり、義前のアンが即位すると第一、大倉教として正界に戻り、友人のマールバラ公、ジョン・チャーチルとサラ・ジェニングス夫妻と、同じく即位前からのアンとの信仰が深かったため、政権のトップに立って、アンを支える立場となった。また、マールバラ公夫妻の娘ヘンリエッタと、息子、フランシスを結婚させていたため、マールバラ公との、つながりも、 強固にしていった。ゴドルフィン政権の方針は、アンの即位前に勃発したスペイン継承戦争の対応で、イングランド軍総司令官に任命されたマール・バラコを全面的に支援する方針を取り、イングランドの内政を預かる役目を負った。ゴドルフィンは、トーリー党員とはいえ恩恵派で、アンの指示を基盤にしていたため、戦争方針は、海上制覇を主とする。 トーリー党とは反対の大陸派遣に決していて、宗教でもイングランド国教会を支持していたが、国論分裂を避けるため消極的支持に止まり、非国教と弾圧を強化する、便宜的国教と禁止法案成立に反対、国教会が非国教とにより、危機に瀕しているというトーリー党の主張を封じる、ため安上基金を設立、国教と救済に充てていった。政権は、 基本的に党派色が少なく、政党にとらわれない、中道派であった。トーリー党からはこの姿勢から敬遠され、同じ閣僚であった、トーリー党員急進派のロチェスターとノッティンガムとは、ソリが合わず、対立、1703年に、アンガ・ロチェスターを、非免、1704年に、ノッティンガムが辞任したことにより恩憲派で、会員議長のロバート・ハーレイとヘンリー・シンジョンを登用。 晴れて恩恵派が主となる政権が成立した。1704年にガーター勲章を受勲1706年にゴドルフィン伯爵に助爵されている。スコットランドとイングランドの交渉も担当。1707年に合同条約を批准させ、グレートブリテン王国を成立させた。しかし、1705年からホイック党が議会多数派になると政権運営に、 ホイック党の力が欠かせないという認識から、保育党を閣僚に登用、ロバート・アール・ポールとサンダーランド博、チャールズ・ペンサー、ロバート・スペンサーの息子をはじめとする、保育党員を入れて、保育党を基盤とする政権に変化させたが、アンからは、不信感を抱かれる結果となり、保育党との関係も良くなかった。 アンが、サラの10枚アビゲールメイシャムをお気に入りにするとアンと、サラの中もこじれ、恩恵派として政権に協力していった。国務大臣ハーレーも保育党態度を警戒。アビゲールを通して、アンに接近して、だんだん政権が危うくなっていった。1708年に、マールバラコーと共に辞任したが、周囲の説得により、撤回、反対に、ハーレーが非難され辞任すると、 ホイック等が勢力を伸ばしたが、戦争の長期化による国内負担の増加と1709年のマルプラケ、戦いによる大損害で沿線気分が高まり、1710年2月に説教師ヘンリー・サッシェバレルが被告教闘を非難して、名誉革命も批判すると裁判にかけたが、経済の判決が出たことから、案の信頼を失い、4月に、サラが案と絶好、6月に、 サンダーランドが罷免され、政権を崩され、8月に大倉教を更迭された。9月に議会が解散して10月の総選挙でトーリー党が勝利、翌1711年にハーレーが大倉教に就任して新たにトーリー党政権が樹立した。新政権は和平政策を取り回るバラコを総司令官から罷免、フランスとの単独講和を図り1712年に講和、 1713年に、ユトレヒト条約を締結して、スペイン継承戦争を終結させることになる。公鉄から2年後の1712年に67歳で、死去、借位はフランシスに受け継がれた。閣僚に登用した、ウォルポールの力量を見抜き、トーリー党政権に弾劾され投獄された、ウォルポールの見舞いに訪れ、病床でさらに、ウォルポールの後を託したと言われる。 ゴドルフィンの見込み通り、ハーレーらトーリー島が、大い継承問題で分裂すると、ハノーはー朝の下で復権したホイッグ島で、ウォルポールが外を主導して、トーリー島を没落に追い込み、やがて、ジョージ一世に信任され、イギリスの初代首相となっていった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。